諏訪公園は、三重県四日市市諏訪栄町にある公園。昭和初期の四日市市立図書館1906年春に、日露戦争の戦勝を記念に、諏訪神社の所属公園、安光園として開園。安光園は、面積1206坪の公園であったが、1908年4月1日に、四日市市の所有となり、1914年11月に142坪。 拡張、さらに翌1915年に大正天皇の即位を記念した事業として再拡張し、1916年1月に諏訪公園に名を改めた。拡張費用は1978円で、同年6月に園内に四日市市立図書館が開館、7月には演舞場、小動物園が設置され、南町にあった旧本陣も園内に移設され、 行行記念館として、開館、保存した。1928年、実業家の熊沢和江が、昭和天皇後大典記念事業として、鉄筋コンクリート赤レンガ作り2階建て一部、東屋付きの図書館建物を寄付し、四日市市立図書館が開館した。1934年には、実業家の村山聖八が、市民団、国旗系用刀、受けへのお柱を、 建築寄付。諏訪公園交流館の内部諏訪公園は園内施設とともに市民の憩いの場となっていたが、1945年6月18日夜の四日市空襲によって鉄筋コンクリート赤レンガ作りの図書館を残してみな、失われた。消失を免れた図書館の建物は、戦災以降、市立四日市病院に転用されることとなり、 1948年3月に図書館に変換された。1973年に四日市市立図書館が久保田に移転すると、この建物は1976年から児童館となった。1995年に中世ヨーロッパ町の噴水付け中庭をイメージした公園として再整備された。この際、中心市街地の浸水対策として、 地下に貯留能力2400万400立方メートルの雨水調整地が設けられた。2003年1月31日には、旧四日市図書館が国の登録有形文化財に登録され、同年8月22日には、諏訪公園交流館が開館した。1934年3月に国旗形容等、武けのお柱と共に、村山聖八が建設寄付した部隊である。 この市民団は太平洋戦争中には戦意公用の場として使われることも多く、戦後も命令等の集会や祭り、演芸の舞台、野外映画の上映などに使われていたが、1990年に南部丘陵公園のマンドリンの森へと移設された。舞台裏面のモザイクが四日市祭三照は移設時に付け加えられたものである。ありがとうございます。